元非等非、流行圏から皆通り6年は、中国東大の政治家、諸家。字は誠県、京長府香原県の出身。本願は、加藤軍会見。家系は、加藤の名族の竜氏の一派に属し、父の流行音は、短州氏氏、兄の柳、光宏氏は、加藤節度氏を経て、兵部省書に至り、単元な解消書,書く、納書家でもあった。 柳道しげるの末裔にあたる。署名が、花肌高く会所の四大家の一人と称される。貢献の書は、当時の後位交換の間で高く評価され、たくさんの純筆料を払って貢献に、先祖の母妃、母子を書いてもらわなければ、親不幸だとまで言われた。また、国外からもその書を求めてやってくることが少なく、なかったという。養子系は、学書事故とに、 流光圏以後作者ありといえども、自ら門戸を開くあたわず、故にあまり、解放削減をせんし誓、党をもって、ダントスと記しているように、光圏以後、解所体で一生命を打開した者は少ない。現那書年、真摯に求大し、僕高志、軽装、文装、武装、戦争の代に歴任した。光圏が僕高志に上奏した際、僕高志は、 以前、そなたの筆跡を見たことがあり、以来その書が忘れられないと語り、すぐに貢献を、右周囲、関林侍書学士に任命した。また、どうすれば書が上達するかとの僕、高志の問いに、貢献は、洋筆は、心にあり、心正しければ筆正しと答え、僕、高志はその筆伊さ尾に思わず、いずまいを正したという。文章の時、中書となり、関林書小学士となって、 後部次郎に展示、武装の時、右三騎乗時、衆賢院学七院寺となり、戦争の時、加藤軍開国公、国子採取、後部少書、大使少子を経て、大使、王の保津に類心した。その後、漢を退き、一周の港通り六年に88歳で没し、大使大使を追贈された。流行権は、教書、奏書も書いたが、会書が最も評価が高い。 はじめは、王義氏の書を学び、後に、王陽順など広く書家の筆法を治め、ついで、眼神経の書を学んだ。眼神経の没後、その正当を受けた有名な書家は、流行剣のみである。流行剣の書は、眼神経風であるが、さらに骨張っており、字形も顔書のように方形ではなく縦長で、やや上部に比重を置く結構は独自の風を備えている。そして、 元神経と流行剣との書の特徴を表して、元筋流骨と称される。元皮頭飛主な作品には以下のものがある。元皮頭飛、編集、元皮頭飛の検皮は解消元年、血体も洋筆も、元神経によく似ている、解消飛で、古来、後見の代表作と言われる。秘文は、左外総録の大立ちの埋骨刀である元皮頭の由来を記したもので、 配給の専文による、天学も、流行圏の書で、全二十八行、各行54時、アザ台は四センチメートル強、奇跡は三百八十六百二十センチメートルある。先生小博物館像、金後半夜パラ密行、編集、今後半夜原密行は、長慶四年の最も早期の会所作品である。当代の拓本1本が存在するのみで、 これは1908年に発見された遁光文献の一つである。石碑から名筆を拓本に取ることは東大に広く普及したが、現存する最古の拓本は、温泉名、角地碑とこの、金剛半野原密行の到宅三種であり、極めて貴重である。漢期に、長慶四年四月六日、流行献が、右外総録の例、人氏のために書き、証献話が告したとあることから、 貢献の書と考えられている。毎行11時。パリ国立図書館像。旧、当所に、貢献はかつて、長安の西明寺で、今後行費を書いたが、その書は、商用、王義氏、王洋順、愚勢南、貯水量、陸関氏の方を備えており、得意の策であったと記されている。ありがとうございます。